先生です。本日は最強の声優花江夏樹さんの名前を綺麗に書けるまで喋、っていきたいと思います。お願いします。よくよく考えてみたら、はま寿司で知ったんですよ。一番最初タッチパネルがいらっしゃいませとか、お待たせしましたとか、寿司が届くたびに喋るんですけど、だからほんと最近まで花江さんの存在知らないというか、まあ認識してなかった感じですね。はい、じゃあ花江さんの花の解説です。紙と鉛筆がある方はぜひ書いてみてください。草冠は割と立てるとかっこいいです。火はちょっとだけ上に上げて、火のここが中心を通るとちょうどいいバランスになります。そこまで詳しいわけじゃないのに、なんでこんなに好きになったかっていうと、はま寿司で花江さんとの出会いを果たして、でその後に鬼滅の映画がやるんで、土曜プレミアムでダイジェストをやってたと思うんですけど、一番最初の炭治郎のその家族が惨殺されるシーン、シリアスな場面の演技でキャラクターにかける気迫みたいなものがずば抜けてるなみたいな、花江さんの演技力によってこう炭治郎のこう魅力がもうぐんと上がる、すげえ声優さんなんだな、だから人気なんだなって初めて知って、しかも声優にもアニメにも詳しくない私でもそういう風に感じるってことは、この人は相当光るものを持ってらっしゃる方なんだろうなっていうのはすごい感じましたね。もっとファン歴が長い方だったら昔の作品とかからご存知なんでしょうけど、なんかそういう人のね、そういう昔から知ってる方の意見とかもね、めっちゃ聞いてみたいなとは思うんですけど、はい、花江さんの絵です。まあ、山水の方が縦に長くて、この絵っていう字をすごく平らにしてあげるとバランスがいいです。上と下に大きく隙間を空けるといいです。で、鬼滅で花江さんを知って、しばらくして YouTube で鬼滅の錬磨っていう DVD かなんかに特典でくっついてくる、その鬼滅の錬磨というゲームを花江さんが、要は炭治郎ご本人が炭治郎を操作してゲーム実況するっていう動画があって、地声に近い声で炭治郎の声をされているので、そのゲーム実況の動画がまるで炭治郎が喋っているかのような感じになるんですね。普通になんか水面切りとか打ちしろとか言いながらゲーム実況するんで、もう炭治郎が自分のゲームで遊んでるようにしか見えなくって、めっちゃ面白いんですよ。っていうか花江さん自身がファンよりもファンというか、鬼滅のこと好きっていうのがすごい分かって、主人公やってる人が一番そのオタクみたいな、そういう構図がめちゃくちゃ面白くて、絶対花江さんいい人なんだろうなってすげえ感じました。で、そこから花江さんの YouTube とかをね、見るようになったんですよ。あと、鬼滅ラジオですね。吾妻善逸役の下野紘さんと一緒にパーソナリティ務めてるんですけど、ゲーム実況を見て、その鬼滅ラジオの方も見て、もう本当にドハマりしてしまって、花江さんマジで面白い人だなってなってからの情熱大陸ですよ。いやー、情熱大陸、本当にね、熱かったですね。編集も良かった。鬼滅ラジオの最初のオープニングが、花江さんがいつもテンション高い、こんにちはーって言うんですよ。その挨拶が思いっきり入った後に、情熱大陸のテーマソングがかかるっていう演出があって、すげー、激アツな回でしたね。はい、花江夏樹さんの夏という字いきます。払いの方なんですけど、平行にしちゃうとちょっとバランスが悪いので、二つ目の払いはこっちに近づけるように払うとかっこよく仕上がります。最後、夏樹さんの木いきます。で、花江さんの YouTube で個人的にね、爆笑したやつが闇のゲームシリーズっていうのがあるんですけど、それの、UNO と、あとスピードですね。マジでおもろかった。最初スピードがね、おすすめに上がってきたんですよ。で、闇のゲームのスピードってなんだと思ったら、小野賢章さんいらっしゃいますよね。昔でしたらハリーポッターのハリー役をやってた、小野賢さんと一緒にトランプのスピードをやってるんですけど、その前置きがね、めちゃくちゃ強そうな感じで喋るんですよ。もうさぞかし猛者なんだろうなみたいな感じで、散々茶番を繰り広げて、やってるスピードはめちゃくちゃ遅いんですよね。その闇のゲームシリーズは基本的になんかそういう構成なんですよ。最初になんか仰々しい自己紹介があって、よしお前たちを今から倒してやるぞーっていう風に言ってゲームやりだすと、めちゃくちゃ普通の腕前もしくはちょっと下手みたいな、
本当に和むんで、私はねスピードがおすすめかな、個人的には。もう本当に面白いんで、概要欄貼っておきますんでちょっと見てほしいです。浜井夏樹さんの木できました。解説します。ポイントはですね、木偏のここと武士の死みたいなやつのここを気持ち長めに撮ってあげるとめちゃくちゃかっこよく仕上がります。というわけで、まあ、本日は浜井夏樹さんでした。私よりきっと詳しい方は、こんなんじゃ花江さんの魅力は伝え足りないと多分思ってらっしゃると思うんで、また花江さんの好きなところをね書いて教えてくださると嬉しいです。リクエストなどもお待ちしておりますので、コメント欄の方によろしくお願いします。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。